中できてないな。まだ体が迷っているんだ。震えてたんだ。コントロールしたってブレンダー。太陽も月も何も完全にこっち向いていないが、やるしかないんだ。言い聞かせるようにそうつぶやいた。状況は悪いが、ただ逃げ出すんじゃ根性ないな。展望はないが、度胸でクリアするしかないや。衝動は抑えたまんまターゲットとの感覚探れ。必要なもんは勝つプライドを味わうのは勝利のピュシカ、それとも敗北の不純物か。そう全ては二つに一つ、操りたい運命の糸。絶好の子で最後の手で掴め、本心のポーカーフェイス決めて仕掛けるよ。イリュージョンの世界へ引きずり込んで、再現ないプレッシャーゲーム、するりと抜けて、栄光のボーダーライン飛び越えるために、アメリーどれくらいの代償がいる。手放したくないのはどう。